特定複合観光施設区域整備法は特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条の規定に基づく法制上の措置として健全な家事の事業の収益を活用し計画の認定の制度、家事の事業の免許その他の家事のこと滞在型観光を実現するため都道府県等による区域整備計画の作成及び国土、 交通大臣による当該区域整備計で特定複合観光施設区域の一体的な整備を推進することにより我が国において国際競争力の高い魅力ある業者の業務に関する規制措置等についてを定める日本の法律。法令番号は平成30年法律第80号2018年7月27日に交付された。通称及び略称は IR 整備法、統合型リゾート実施法、カジノ実施法、IR 実施法、旧統合型リゾート施設実施法、IR 法、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の実施法にあたる。政府は2018年4月27日、第196回国会に特定複合観光施設区域整備法案を提出した。 6月19日の衆議院本会議にて賛成多数で、可決、7月20日の参議院本会議で可決、成立した。この場合、免許にかかる家事のため区画で、う、免許にかかる種類及び、法の家事のためについては、刑法第185条及び、第186条は、適しない2018年4月27日、第196回国会に、 特定複合観光施設区域整備法案を提出した。6月19日の衆議院本会議にて賛成多数で可決、7月20日の参議院本会議で可決、成立した。2018年7月27日に交付され、第3章の規定を除き、交付の日から起算して3年を超えない範囲内において、政令で定める日こととなっており2020年1月10日、 現在、施行日は未定であるが、一部の規定は、下記のようにすでに施行されている。ありがとうございます。